はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ中世編勇者オルステッドになったところですけど、魔王疑惑をかけられたところです。ちょっとどうすればいいのか今わかんないんだよね。あ、なんか始まる。オルステッド様、嘘だよね、王様を殺したなんて。王様を殺したかって言われてれば殺した。いけません。しかし近寄っちゃそれが事実だが真実ではない。こいつは勇者じゃない、魔王なんだぞ。てか情報統制早いな。逃がさんよ。出てけ、出てってくれ。それで済むと思うか。嘘だよね、魔王なんて。近寄らないで。魔王に対してその仕打ち、まあいいだろう、温まってこう。え、なった、わからん。マジでここってだって、あとウラヌスの家しかないもんね。どこ行けばいいんだ。目的地が出てないとマジでわからん。勇者の山に行くのか。もうひっそりとあのハッシュの後を継いでひっそりと暮らすか、一人で。これルクレチアの森でしょ。ハッシュの家に行ったら何かあるとか。どうすかな、ハッシュの家に行ってみるか。さてハッシュの家に来たけど、いやー何もなさそうだな。わかんねえ、ちょっと調べよう。なんかまたルクレチア城へ戻るみたいっすね。じゃあ戻ろう。戻ったぞ。己、証拠にもなく。俺を倒せると思うか。魔王を捕らえ、公開処刑せよと命が出ている。処刑は明朝だ。最後の夜を悔いて過ごすんだな。めちゃくちゃ強気になったこいつら反抗しないと分かったら。さてどうする。では寝るか。寝れない。あ、ウラヌス。誰じゃ。断じて違う。わしらは魔王などでは。戻ってきたよ、じいさん。お主バカな、なぜ戻ってきた。いや、なんて戻ってきたかって言われるとちょっと俺もわからん。拷問にかけられたよ。お主が魔王なのかとな。ひどいもんじゃな。ハッシュの人間嫌いがわかる気もする。じゃがな、わしはこう思う。ここで人間を憎んでは負けじゃ。かといって自分の心に嘘をついてもいかん。じゃからわしは命を懸けても魔王ではないと訴えるしかないのじゃ。
じゃがお前はそれではいかん。お前はまだ若い。ハッシュはわしが命を懸けて守ったものを守り続けるのじゃ。おお、これは回復魔法くれ。お、開けてくれた。さあ行くのじゃ。お前にはまだなすべきことが、信じる者がいるではないか。いやー、この二人対して信頼関係ないと思うよね。だっておっしゃいましたねって名前すら覚えてもらってないよ。とても勇敢な戦いぶりでした。喜んであなたの妃となりましょう。名前も知らなかったのに。とっても素敵な宴でしたね。父上ははしゃぎすぎのようでしたけど、父上も嬉しいのです。あなたのような世継ぎができて。もちろん私もです。姫というのはやめてください。今は私とあなただけ。これからは父上よりも、いいえ、誰よりも。そうじゃ、今一度魔王山へ、ハッシュの死んだあの場所へ。あ、ウラネス開けられない。てか一人で行くの無理だよ。あ、見つかった。そりゃそうだよね。に、逃げたぞ。魔王が仲間の口を封じ、逃げたぞ。もう完全に魔王だな。あ、戦闘になっちゃうのか。しかし拙者は殺さ、逃げらんね。殺さなきゃいけないのか。まあここで倒さなければ先へ進めない。今日完全に恐怖になってんだ。王国の犠牲になってくれ。すまん。あ、剣がある。ちょっと待って、でもこの剣しょぼいよね。どう考えてもノルミックソードだもんね。逃げられると思うか。あ、動けない俺。V 社員だな。じゃあ一撃で倒したい。いや、ギリギリ倒せねえわ。何が強いんだ。中しかないもんな。ダイがないんだよな。ヒットポイント70だから、70与えられてるけど50か。
で、そうすると、まずそもそもなんで姫がさらわれたのかがよくわからんからな。まあ、姫がさらわれて、それに討伐に来るやつの体を乗っ取ろうとしたのか。魔王からなのか。で、来まし、魔王を討伐に来ました。で、幻影を倒させました。これ、じゃあここでいいや。で、その後、ストレイボーが落盤に巻き込まれて、魔王がストレイボーを乗っ取って、城に来たと。そういう感じか。だから、ストレイボーは、もう魔王に乗っ取られてる。経験値は全然入らない。住民は完全に避難しているな。門番、逃がすものか。逃げられると思うか。むしろこの俺の手から。早い、いいね。これが一番効率いいな。スピンドル2発、結果1人一撃で倒せると同じだから。え、ただ魔王城行くの絶対無理でしょう。なんかグリーンナイトとかいうのがいいんだけど、こっちしかも大将じゃん。弱点はこれか。寝てろ。ウィークで19、しかも寝ねえし。強い、体調覚。後ろを向いてるな。ハンマーパワーは、あ、ダメか。グイシャインもダメだ。じゃ、え、ここ全部レジスタかけられんじゃん、俺の攻撃これ以外。体調覚やるな。じゃあやっぱ後ろからハンマーパワーで殴るしかない。切り下ろし強いぞ。お前も一緒に魔王城へ来ないか。で、体調覚倒したからブレイクダウン。経験値は、おお、上げていきたい。これはよーし、レベルアップ9、ドラゴンソウル。やってきました、魔王山。普通に入れんな。で、敵出る出る。ちょっとドラゴンから先始末するか。ドラゴンソウルは威力大、待機中、貫通タイプか。いや、スピンドルで 2体巻き込もう。攻撃力は上がってんな。よし、これで右下は倒せるでしょ。お、いいねいいね、早い。やはりこういうゲージとかがあるのは素早さがマジ命だからな。ずっと俺のターンができるからね。経験値は微妙。なんか変なやつがいいんだけど、こんなやついたっけ。とりあえず弱点とかはないな。弱点がないってことは、まあ V 社員がいいか。魔法使い系だよね。え、幻影の防衛みたいな。今この状態でさ、状態者になったらかなり危険だからな。ドラゴンフレーム強っ。スピンドル
後ろを取る。これ後ろになってる、ちょっとわかんねえ。レジストかけられてるかな。じゃあこれ前向いていくつ当たるかだな。92、こっちの方が強いんだけど、さっき70だったけど、やっぱりわかんない後ろとか。あれ来たか。なんだなんだ、マジで変なやつが出てきた。これ何何何、ちょわかんねえ、名前が読めないんだけど。はなんだ、脇から変なもん出てんな。ちょっとドラゴンソウル遠くから行こう。遠距離稼ぐ自信な、やるな、俺より遠距離だ。いいだろう、遠距離合戦といこうじゃないか。あと2発、地震対ドラゴン、どちらが勝つか。まだ耐えられる。結局地震しかやってこないな。終わりだ、ドラゴンソウル。結局こいつの正体がわからん。経験値、うわめちゃくちゃもらえる。レイザーソニック、さあ次か。大して喋んないよね、何者かもよくわかんないし。スコトフォビア、これもドラゴンソウル合戦だな。あ待って、レジストだった今、全然見てなかったけど。あレジストだ、近づこう。懐へ、レーザーソニックいけんじゃん、みじん切り。強くはない。魔力吸引、俺別に魔力じゃないから。いや75はすごいな。ちょっと普通にクイシャインでいこう。いや4、よし、わ暗黒球体、いや強えぞこいつ、下げられた。いいねプラスリンク、ミスってるし。何状態異常直すか、ヒットビット半分減ってるかんな。ヨシュアの実まあいっぱいあるからちょっと食おう。半分は、いやちょっと待って、暗黒球体やられた。ちょっともうさ最悪なんだけど、これ同じパターンだよもう。あプラスリンクで当てられるか、いや当たらんわ。何後ろ狙おう、じゃあ V 社員魔力吸引、いや無理だよ強えこいつ、反撃がなければ。123か、まだいけんな。よし先に待ってこい、よしもらった。37は正面からでもいけるはずだ。倒した、強いぞ。もう1レベル欲しい。デモンズクラウド、なんかアイテム使うか。ここもか、さすがは勇者。受け継いだ勇者の名は伊達ではない。げっひどい、器がいるな、器がリーダーか。ブレイクダウン狙おう、いけ突っ込め。で
弱点とかはなさそうだから、レジスト、レイザーソニック、これ全体になってるけど本当に全体なの？普通に なるほど。いやもうここはやっぱ火力で押そう。あー耐性があるのか、ちょっと V 社員だな。さらばだ、こいつ弱え。ブレイクダウン、これレベル上がるっしょ。まあ、11あれば大体クリアレベルにはなるからな。ヒットポイントの上がりもいいし、ジャンプショット、最後の門番。まだまだ。でもあれか、ストレイボー、乗っ取られたストレイボーがこいつに対して言ってんのか。で、ちょっと待って、ドラゴンソウル、あこいつ耐性すげえな、ヒットメイトもすげえし。89か、まあまあまあ。甘いささやき、これ寝たりすると最悪だからな。強っ倒せる気がしないし、後ろ例によって後ろなんだかなんだかよくわかんないけど、これジャンプショット効かないっしょ。ハンマーパワーだな、火力で押す。こっちも散ったよ。死なないで、死なないけど無理ばーい。反撃のできる位置にいるか。じゃあやっぱりこれはあれだな、一気に回復 しないと。とろける愛、こんな愛ばっかり受けてもさ。ひで、146はひどい。この防御力が下がってる間に、反撃してくれ。一回攻撃して一回回復してるの繰り返したな。お前は強い、それを認めよう。ビスケ使ってで、もう一回待ってこい、待ってこない。で反撃、ミラードライブ、よし。でハンマーパワーで終わりだ。強かったよ。でここで多分位置的にボスが終わりそうだからな。いや待てよ、中に入ってまた歴代ボスと戦うとかそれはないよな、さすがに一人だし。いやレベル上げたい、ちょっと上げよう。てか敵出てこなかったな、そういえばこれ途中まで。じゃあ先進もう。いや無理だよこれ戦うとか言ったら。大丈夫か。なんか倒せる気はしないんですけど。なんだ、いやさらに地下か。行こう、レベル上げたーい。敵出てこないかな、むしろ。いや出てこなそうだな。魔王山頂上、だって魔王より強い魔王が出てくるでしょ。やはり来たか、ストレイボー、お前も死んでいる、昔のお前ではない。俺がここにいることが不思議か。あの時の落盤は魔王山の仕掛けなどではない。何
俺はあの時魔王像の秘密に気づいた。その瞬間俺の今まで抑えていた気持ちが爆発した。お前を出し抜いて俺がアリシアを救おうと。そしていかにも仕掛けられた罠のように俺は魔法を唱えた。いかん、ここは危険だ。早くここを出るんだ。魔王の力を手に入れたか。面白いほど簡単に引っかかったぜ。ハッシュが無様にも落ちんだ後だったしな。あとはてめえを絶望のどん底に突き落とすため大殺しの罪を負わせた。だがてめえはここに来やがった。てめえはいつもそうやって俺のしてえことをぶち壊しやがる。昔からそうだ。俺がどんなに努力してもてめえはいつもその一つ上を行っちまう。決勝の時もな。俺があの夜どんなに苦しんだか。てめえなんかに分かられてたまるかよ。だが俺は今までの俺じゃねえ。今こそてめえをぶっ倒し、てめえの引き立て役だった過去に決別してやる。これが魔王の力か。ストレイボー、俺の友は死んだ。てか 何を使えばいいんだ。そもそもジャンプショットは、これ耐性はないな。じゃあこれでいこう。そこそこだな。来るな。半分。冗談じゃねえぞ。来るな。これもう下がれないぞ。あ、もうまだ1個下がれるか。なんだ、逃げてった。射程から逃げたか。132はまだだな。いや、ちょっと残った。何もできず死ぬか。なんか使うか。せっかくだ、ソロモンの骨とか。魔導士の亡霊。なんか範囲が微妙だな。デモンズクラウド、混乱させる。奈落の暗黒、毒で倒すか。あ、でも微妙だな。こんなもん、こんなもんで倒す。屈辱的に。ちょっとナメプして大丈夫かな。行くぜ、こんなもん。
お前はこんなもんでやられるんだよ、ストレイボーよ。山王ステレイボーの体を乗っ取った罪は重い。またかよ。ストレイボー来ないで。あなたはなぜ来てくれなかったの？私は待っていたのに。この人は、ストレイボーは来てくれたわ。この人はいつもあなたの陰で苦しんでいたのよ。あなたにはこの人の負ける者の悲しみなどわからないのよ。いや、俺がお前がわからないよ。もう何も苦しむことはないわ。私がずっと一緒にいてあげる。え？意味がわからなすぎる。魔王の正気に当てられたか。とおっしゃいましたね。とても勇敢な戦いぶりでした。喜んであなたの妃となりましょう。いや、もうこの段階で疑っとくべきだったよね。いやいや、名も知らないやつと結婚するなんておかしいだろって。今は私とあなただけ。これからは父上よりも、いいえ、誰よりも。あなたを信じます。いや、信じられないだろ、名前も知らなかったやつなんて。姫はお前が助けに来ると信じている。信じてくれる者が一人でもいる限り、その人間を。信じるのだ。いや、その信じてくれる人間がいなくなった。じゃがな、わしはこう思う。ここで人間を憎んでは負けじゃ。かといって自分の心に嘘をついてもいかん。じゃからわしは命を懸けても魔王ではないと訴えるしかないのじゃ。
じゃがお前はそれではいかん。お前はまだ若い。ハッシュはわしが命を懸けて守ったものを守り続けるのじゃ。陛下、貴様、陛下を皆の者、出会え出会え。どうされました陛下。そなたが陛下を、なんということ。もしや、勇者ハッシュも、ストレイボーも、みなそなたが。こいつだな、主君将。魔王軍主君将。魔王。魔王だ。貴様は魔王だ。私にはもう何も残されてはいない。帰るところも、愛する人も、信じるものさえも。魔王などどこにも言わしなかった。ならば、この私が魔王となり、自分勝手な人間たちにその愚かさを教えてやる。私は今より人間などではない。我が名は魔王オディオ。こうやって魔王が作られるのか。なるほどね。To be continued。 新たな編が解放されました。はてなはてなはてな。というわけで中世編終了ですね。これは完全に魔王にしてやられて新たな魔王が誕生した。多分この繰り返しなんだろうな。魔王が誕生して、で魔王討伐に来たやつが結局人間に絶望して魔王になるっていう。まあそんなところで、次回ここが最終編になるのかな、やっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。